そうやって頑張ってると夢の方から歩み寄ってくるっていうところをすごく体験した。そんな甘い世界じゃないなということで挫折。エグザイルってメンバーが増えていってもいいんだみたいな、なんかそういうところのこう発想に自分もこう行き着いたので、それまで本当に一人で道なき道を歩んで苦しんでたところにエグザイルメンバーと出会ってですね、子供の頃の夢ですか、はい、僕はもうサッカー選手でしたね。小学校3年生から高校3年まで、まあ、約10年間途中では海外留学もして本気でプロを目指してましたけども、一番最初に夢を見たのもサッカーですし、夢で挫折したのもサッカーですが、まあ、その後ダンスに出会ってエグザイルに出会って、2009年ですかね、サッカーワールドカップ日本代表の応援ソングビクトリーという楽曲でパフォーマンスさせていただき、2010年には岡田ジャパン率いる日本代表とともにですね、まあ、サポーターとして、応援団として、ワールドカップに参戦することができて、違った形で、まあ、エグザイルというグループでスタジアムのピッチにも立てましたし、応援する側として夢も叶いましたし、まあ、そう思うとやっぱり努力していた時間というのは無駄ではないなとも思いますし、そうやって頑張ってると人生において大きなサプライズとか夢の方から歩み寄ってくるっていうところをすごく体験した出来事でしたので、子供の頃の夢、結構今思い返すといっぱいあったなっていうのはすごく思うんですけど、一番やっぱり自分の中で大きかったのが水泳選手としてオリンピックに出るっていうのが一番大きい夢でありました。なんですけど、中学3年生の時ですね、県大会に出たんですけど、自分のレベルの低さをちゃんと分かって認識しまして、あ、これはそんな甘い世界じゃないなということで、挫折、人生初めてこんな大きい挫折というか、そういう感じを、感じましたね。アキラとか哲也の何ですかね、僕らよりちょっと下の世代の、まあ、ダンサーの子たちの何ですかね、そういう夢がこう、あ、エグザイルってメンバーが増えていってもいいんだみたいな、なんかそういうところのこう発想に自分もこう行き着いたので、まあ、みんなのこう何ですかね、本気で思う夢に対する思いっていうのは当時でもすごくしっかり自分に届いたっていうふうに改めて感じてます、はい、やっぱり僕の中で一番大きな出会いというのはダンスで、奇跡的につながったヒロさんとの出会いやエグザイルとのメンバーの出会いっていうのが本当に大きいなと思ってます。それまで本当に一人で、道なき道を歩んで、どうやったら夢を叶うのか、本当に地元の田舎で一人で苦しんでたところにエグザイルメンバーと出会ってですね、もう想像もしえぬ大きなビジョンの広がりと、そして何かね、力強く信念を持って挑戦していいというそういう環境、あとはね、もう仲間との深い時間ですね、そういうものを感じさせていただいて今の僕がありますし、今現在もですね、なんか僕自身がこうやって夢を見れる環境でいれるというのは本当にエグザイルなくしてだなとは思ってますので、まあ、きっかけとしてはダンスというところからですけども、一番本当にヒロさんとエグザイルというところが僕にとっては大きいです。1992年にバルセロナオリンピックがありまして、そこで岩崎恭子選手が14歳で金メダルを取るんですけど、その時僕若干11歳か12歳だったんですけど、年齢の近い人が世界で1位になるっていうこの瞬間をテレビで目の当たりにして、それはなんかすごく夢をもらったなっていうのは今でも覚えています。もちろんその後僕は挫折してダンスに出会えて今ではハッピーなんですけど、岩崎恭子さんのあの出来事っていうのは僕の人生の中ではすごく大きなことだったので、夢の出会いっていうのと、まあ、夢を挫折っていうのを両方同時に感じさせてくれたこの経験が、まあ、今に生きてるなっていうのはすごく感じてます。すごく記憶にあるのが、やっぱり休日に父親と母親とデパートとか商業施設に行った時に、まあ、なんとかレンジャーとかなんとかエモンとか、そういうものがキャラクターが登場した瞬間に何か現実を忘れるぐらいファンタジーな時間を体験させてもらって、何か僕はなんかそこにすごくヒントがあるんじゃないかなと思ってまして、僕たちはスーパーヒーローでもないですし、何か人気のキャラクターでもないんですけれども、でも何か三井不動産さんとの協業でそこの場所に行った大人から子供まで何か夢をね、こう体験できたり、夢を見れたり、夢を、ね、感じれたり、もっと言えば笑顔になれたりハッピーになれたり、そういう空間が作れることって本当に素晴らしいことだなと思いましたし、夢をね、持たない
持ってない子どもたちがいたとして、その子たちがフラッと遊びに来たララポートとかに僕たちのエンターテインメントに触れることで何か出会いとかきっかけが生まれて、自分はそういうような環境、出会い、環境作り、場所作りっていうところが魅力的だなと思いましたので、ふと昔の思い出を振り返るとそういうところをうまくヒントにできたらなとも思っておりますね。そしてこれ個人的な僕目標なんですけれども、エグゼルトライブ各メンバーもですね、出身地域に、日本の出身地域にララポートがあるかと思います。各メンバーもですね、何か各地域のアンバサダーなどを務めてですね、地元貢献と同時に社会貢献や地方創生となるべくエンターテインメントを通して活動できたら素敵だなと思ってますので、勝手ながらご提案できたら嬉しいなと思っております。